これもドクターウォッチです。まあちょっと小ぶりなんですけれども、 ALB という表記がありますんで、 ALB ウォッチだと思います。まあ、ちょっとこの ALB ってメーカー、ちょっと調べてみたんですけど、まあ古い懐中時計とか、軍用時計にあったんですけれども、詳しくはわかりませんでした。まあでもまあ、1900、これが30年代ぐらいの時計で、軍用時計もまあ作ってたんですから、まあそこそこはまあ知られたメーカーだったのかもしれませんね。まあ不明ですね。で、このドクターウォッチですけれども、これもなんかアールデコ調で、なかなか洒落たデザインの時計になってます。で、文字盤がちょっと綺麗すぎるんで、もしかしたら、リペイントとかなんかしてるのかもしれませんね。なんかちょっと綺麗、年代にしては綺麗すぎるかなーっていう感じしてますけれども。こんな感じですね。比べた。感じです。で、後でちょっと機械出してみます。